はようございます。釣り子 TV です。今日はねダイソーの釣り道具を使って何か食べれる魚を釣ろうということで、扇島のですね西公園川崎にあるんですけども、ここに行ってきてみました。でね、ちょっと当日風がビュービューに強くてですね、なかなか音が、取りづらかったので、まあこういう感じでねアフレコというかね、どんな感じだったか喋っていきたいと思います。まずはねこれダイソーのですね竿とリールがついたセットですね。でこれを開けてみて、安いながらねこうハンドルを好きな方向に付け替えられるんですよね。でこの青いボディね、竿とリールで合ってますけど、ハンドルを自分の好きな方向に付け替えて、それで糸を通しております。でこの日ねこっちの竿はこれ携帯魚群探知機のディーパー、これをね、使ってみようと思って持ってきました。この竿でね釣りをしようっていうことではなくて、最初からまあちょっと太めの糸もついてるし、これでなんだろう初めてのね、釣り場なんで魚映るかななんていうことで、ディーパーね、あと水深とかももちろん測れるしっていうことで、それで準備してみました。はい、じゃあね早速ディーパーを入れてみたいと思います。ポチャーンと入れてね Wi-Fi でつなぐんですけども、それでこのアプリね、これはね、無料なんでこれで立ち上げて、で新しくね、こういうので記録していきますっていうのを押すと、早速ねディーパーが水に浸かって電源オンになるんで、こういう感じで、固定情報ですね、魚のいるいないとかですね、水深とか、あと水温もわかるんですけども、で横はね、GPS のマップと連動していて固定図をね描き出してくれるっていうね。まあこの日はね、どちらかっていうと地図を作るっていうより本当魚群探知機って感じで魚映るかいなと思ってねやってみたんですが、これね、序盤戦なんですが全然映んなかったですね。結構ね昼過ぎぐらいに到着したんですけども、でちょっと沖の方なんかも投げてみたりして、あの沖にね、黄色いディーパー浮いてるの見えますけど、あの辺りもなんか下何も映んないなってことでね、水深 4.5m 4.4m とか出てますけども、ちょっと沖の方だったらいるのかな、いやいないねっていう感じで、あれってね、イワシとかね、そういうのが釣りたいなと思ってね来たんですけども、手前の方に巻いてくると、まあちょっとそこの方になんかチラチラと魚影みたいなのが映ってるんですが、まあとりあえずね竿は準備しようということで、こっちが、本命の今日使おうと思っているルアーロッドのですね、長い方ですね。ダイソーから新しく、ルアーロッドっていうのが出てるんですが、長い番手と短い番手があるんで、今回はサビキとかを使おうと思ってね、長い方の、ダイソーの竿に、これまた最近ねダイソーでリールが発売されていて、サイズもね1000、2000、3000ってあるんですけども、これは、2000番サイズだったかな、まあ何でも使いやすそうっていうことで、あ、2000番サイズですね、これをね500円で買ってきたので、これを糸を通していて、ちなみに釣り竿の方はですね1000円ですね、グラファイト製で、で黒くてねすごいシンプルで、デザイン的にもね若干かっこいいんですよね。まあサビキの釣りなんで、こう口の柔らかい魚がかかった時とかも、なんだろう、バラしづらいかなっていうことで、でこれまたダイソーのよく釣れる釣り具シリーズのサビキ仕掛けセットっていうことで、サビキだけのやつとかカゴだけも売ってるんですけども、100円でね、ちょっとしたサビキと、あと下の方にはカゴですね、こうコマセを入れるカゴがついていて、で水中でのねこうねバランスなんかを取るように、上の方には玉浮きですね、これこんなのがついていて、これをビビビビビビって伸ばしてね、そうだからね、今まではねここまでねリールとかね竿とかね、まあ
なかったから。だけど最近ねダイソー、竿、リール、仕掛け、はたまたねルアーとか、もういろいろ売っているんで、ダイソーで全部揃えてね、それでやってみようっていうことで。でこのコマセの方はね、あのさすがにダイソーに売っていないんで、これはねタックルベリーで買ってきたかな。網コマセを準備しますってね、まあゴミ袋をそばに、準備しておくと便利ですよということで、早速ね、コマセを投入しながら、魚がいないかねやってみたいと思います。ディーパーにはねまだ何も映ってなかったんですけども、で海も穏やかですね、結構ね。そう、あーこれはなぎていて、なんかのんびり釣りするのにはね最高だなーなんて思ってね。で扇島西公園、こういう感じで手すりがね、前の方まであるので、比較的子供連れなんかでも安全に釣りができるんじゃないかなね。それでまあトイレなんかもありますし、あと駐車場のところにはね、釣り具屋さんなんかがあって、ふとね、なんだろう、ちょっと足りないものが出たなんていう時も、歩いて買いに行けちゃうっていうね、非常に便利なね、釣り場ですが、こういう感じでね、ちょっとコマセを打ちながらなんか釣れないかなーなんていう感じでね待っております。で、引き続きねディーパー、これね、それでもうあんまり釣れないから昼寝した後ですね、夕まずめに、あーそろそろどうかなと思って起きたらね、もう風がねビュービューに吹いていて、あれ状況が変わったぞっていうね、そういう状態なんですね。で改めてちょっとディーパー投入してみてですね、どうかなと思ったら、昼の真っ白白な状況とは一変してね、中層にねなんかすごい映るんですよね魚が。お魚マークもオンにしてるんですけども、おやおやおやと思ってね、これまあディーパー使わないときはね、上げておいて、で釣りするときはちょっとね浮かべておいてねみたいな感じでやってるんですけど、あれなんか映るぞっていうことで、少し大きめのところなんかも今ね探りを入れている最中ですね。これ見えますかね、画面で青いわちゃ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 ってね映ってるね、こういうのね全然映んなかったんですけども、夕まずめに突入してね、釣り時はいつかなーなんていう感じでやってみたら、今ね少しね感度を下げてね、何が映ってんのかなー、なんかねほんとわさわさわさーってね、中層から底の方にね、何か魚がいるぞっていうね、こういう反応が出てますね。ちょっとねまだ、竿の方には反応がないんで、まあちょっとコマセなんかもね打ってないと思うんですけども、あーちょっとディーパーを浮かべてね、それで、夕方の釣り開始しようっていう。だからまあなんていうか、携帯の魚群探知機があることによって攻め時の判断がつきやすいかなっていうね。やっぱね映ってない時はね釣れなかったりするんで、でこの時はね、あれなんかもうさっきと明らかに反応が違うぞっていうね。だからまあいろんな状態で魚群探知機を入れることによって、そこはまあ経験値になってくるんですけど、こんな波形映ったら集中だぞっていうね、まあ長いね例えば1日でずっと集中してるとね、もう気温も高くなってきたからすごい疲れちゃうじゃないですか。なんでこういう魚群探知機を駆使して、おなんかそこの方に映ってんなとかね、まあ、ここら辺で反応を見ながら力の入れ時、明らかにねなんか中層より下に今までよりね魚の反応が出てるんですよね。これはということで早速、釣りを再開してみました。で、まあ、こういう感じでねコマセのカゴがついてるんで、そこに網コマセをですねこう入れて入れてね、それでもって投入っていうね、これだけね、簡単でしょっていう感じで、で基本的にはね、イワシとかを狙っているんですけども、風が
バシャバシャにねこう吹いてね、何が釣れるかな、ただ魚群探知機にはなんか反応出てるんだよな、そういう感じでね、おもむろに仕掛けを投入したところであります。ディーパーはね、横の、方に浮かべておいてね、でちょいちょいこう魚群探知機で反応を見ながらね、あーやっぱねコマセとかを投入するとね、まあ網コマセって軽い結構浮くタイプのね、寄せ餌なんで、一気にそこに映っていた魚が上の方に映り出しましたね。うん、ちょっと前のところは底付近のところにブチュブチュブチュってね、魚がいるなって感触だったんですが、網コマセを入れた途端にねこう魚が上の方に上ずってきたぞっていうね、こういう絵が見れております。でお魚アイコン今消してみたんですけどね、魚が小さいのか、お魚アイコンを消すとね、一見何もいないような感じなんですが、そういうちょっと判断が困る時なんかね、自分結構お魚アイコンね、積極的にオンにすることが多いんですが、まあコマセを巻き終えて魚も上ずってきたぞっていうことでね、でここら辺でまたコマセをちょいちょいと入れて、投入っていうねまだね何も釣れてないからね、ちょっとね疲れてますけども、でも魚は映ってるしっていうことでね、でおー来た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 ってね、何か釣れたぞーっていうね、こういう釣りをしたくてね、サバですね、小さなサバが釣れましたよっていうことで、あーやはり依然中層にはなんかやたら映っておりますが、ちっちゃなサバね、今回はねちょっとね持って帰ってねご飯もね作ろうかなと思って、キープしております。バケツの中にね水を張ってね、こういうバケツなんかもね、ダイソーで売ってたりしますんでね、これは前から使っている釣り道具屋さんで買った水汲みバケツだと思うんですけども、でまあサバ落ちるのが早いですからね、氷もいっぱい持ってきたんで、こういう感じで、ちょっと釣れたらね、ジップロックに入れて、でクーラーボックスの中でねキンキンに冷やしておくね、これで安全に持って帰れますよっていうことで、引き続き釣りの方はというと、もうね夕方になってからねポロ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 釣れるようになってきましたね。またサバですねこれはね、ダイソーのこのねシンプルなね仕掛けね、侮る中ですごい使いやすいんですよね。でもう入れ食いみたいな状態になってきましたね、ひたすらこうサバが釣れ続いてっていう感じでね、これはこれでねやっぱり面白いですよね。でまあアジとかはねちょっと沖の方にいたりするんですけども、この日はねもうね手前でやろう手前でやろうって、ほらもうなんかね、魚群探知機の方にもねもう上から下までねいっぱい魚がね映るようになってきてね、いろいろ試しておりますが、あサバに、囲まれたっていう感じですね。おうおういいねいいねということで、どんどんやってきますよ。なんかねここら辺がもうね風が岸壁に打ち当たる感じでね、もう音を上げるとねゴーっていうね、なんかちょびちょびしゃばなんかね、ちょいちょい喋ったりしてるんですけども、もうね風の音でね何喋ってるかわかんないんで、ちょっとそっちの方はね、カットして、でサバを入れてね、でちょっとねディーパー持ってね、先端の方が夕方になってちょっと空いているところなんかも増えてきたんで、少しポイント移動しておりますね。で空いてるところでね、ちょっと魚群探知機投げてみたりしてね、こっちの方はどうかいなということで、やっておりますね。まあフルキャストしたらね切れちゃったりするかもしれないですけど、ダイソーのねこのセットでも優しくちょいーんってね、少し沖合をね覗くぐらいはもう全然できちゃうんで、で傾向としては沖の方は何も映んないんですよね。なんだろう、みんなが巻いてるコマセとかが効いてきてるのか、こうディーパーが手前の方にね吹き流されてくると、魚の反応が出てくるっていう感じで、で
コマセをね打ってない時は、下の方に移るんですよね。でここら辺からまたちょっとポイントを変えて、魚群探知機浮かべといてでね、網コマセ打って釣りを開始してみたいと思います。だいたいねこれまではね、公園の真ん中あたりで釣りをしていたんですけども、人気の先端付近がね、空いてきたんで、そちらに移動してまたちょっと魚をね、上ずらせるために、コマセを一振りね、してそんでもってカゴにもね、コマセを入れて投入っていうところですね。はい、ポイント移動はどうでしょうか、成功するでしょうかということで打ち込んでいきます。どうかな。いやーまあね、この竿ね、なんかね、それで使いやすいですね。セパレートグリップのね、後ろの方とかね、ギュッとね、握りやすかったりしてね。で、コマセが効くまでね、のんびりとね、こうね、待っておりますが、これ、ダイソーのセットかっこよくないですか？なんか黒いボディでね。うん、ちょっとね、見とれちゃってるんですけども、かっけえよなぁと思って、おー、来た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 ーということで、コマセが効いてきたのか、ね、ダイソーセットに、食いついてきました。何かサバですね。イワシとかもいると思うんですけどね。なんかこう風の塩梅かね、一緒にいるんだけど、まあ元気いっぱいなサバの方が先に食ってきちゃうという、そういう状況なのかなというところで、でコマセをね、入れ直して再開といったところですけども、ここら辺からユーマ詰め効果も手伝ってか、魚群探知機にもね多くの魚が映ってましたけども、ひたすらねここから入れ食いに突入します。わちゃ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 ってね全部同じくらいのサイズですね。サバがどんどん釣れてるよっていうことで、これダイソーのね、サビキセットもビチ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 って動いてますけども、新鮮なうちにまずはね水の中に一回入れて、で仕掛けを打ち直してちょっと休憩してる間とかに、クーラーにね入れ直してっていう感じですけども、まず絡まんないようにね、こうちょっと、仕掛けは竿立ての方に、入れておいて、で水の中にね、はいこちらでお待ちくださいということでね、サバもね結構ねいろいろ食べ方ありますからね。でこういう小さいサバはね唐揚げにしたりなんかも美味しいかななんてね思いながら、あこれね、あのねこの日ね、唯一ねダイソーリールがね結構トラブったんですよね。老体なんか巻き込んじゃったんですけども、手でこうやって、とりあえず魚はいっぱい食ってるんで、釣って、まずちょっと魚の方ね外しにかかりますけども、いやーでもね綺麗なねサバがいっぱいいますね。ほんとねサバはねすぐ悪くなっちゃうんで、結構ねこまめにね、落ちる前にちゃんと氷でキンキンにね冷やしているクーラーボックスにね、入れてやるなんていうのがポイントだと思いますけども、まずは、サバは、ここに行ってもらって、手をちょっと洗って、まあぬるぬるしてるからね、でやっぱこんな感じでもうねひたすら、釣り続けますね。なんかねもうちょっと休む暇もないぐらいね、やっぱね魚群探知機でね魚のどうだろう傾向なんかを見ながらね、こう集中しどきみたいなのをね、自分の中でなんとなく目安でやっとくとね、ここの今夕方ね、昼寝したおかげでもうね元気いっぱいで釣りできておりますけども、サバ入れ食いですね。サバ釣って帰ってどうすんのよなんて思うかもしれないんですけども、今日はねこの後ね後半の方で、このサバをですね南蛮漬けにしてみようなんていうことでね、作ってみた動画なんかもね続けて、後半にありますんで、こういう砂利サバ持って帰ったらどうしようみたいなね、参考なんかにしていただけると、コマセを入れて、セットして、でサバね、ここ猫もいっぱいいるんで猫にね持ってかれちゃったりする、まあ猫にあげればいいんですけど、
今日はね、自分でもね、持って帰って美味しく食べようっていうことでね、いそいそとサバをしまって、なんてやってるともう次のね、やつがこう釣れてるっていうね。これ、結構面白くないですかね。本当全部ね、まあちょっと、この、竿立てとかはね、ダイソーに売ってないですけど、まあ工夫次第でなんかできるんじゃないかなってのも思いますけども、まあクーラーボックスなんかもね、これダイワの、クーラーボックス使っておりますが、こういう感じでね、釣り具の方に関してはダイソーの、ルアーロッドに、ダイソーのサビキ仕掛けつけて、ね。で、ひたすら、まあ、こう、入れ食いみたいな感じでね、釣れちゃいますんで、でこのねセパレートしているところがあそこにねこう今ピッてかかってね、なんかすごいねシステマチックなんですよね。この後ろのところにねちゃんと、竿尻の方がねセパレートしているところが引っかかってね、でこれで安心して見てられるなっていうことで、で、もう特にね棚とかもねもう全体的に魚映ってるんで、こう見えてるところでね、うん、何かしら食ってきちゃいますね。こういう感じで。で、はいはい。入れ食いだ、入れ食いだ、ということで。ちょっとね、こう、一匹釣れたらね、少しね、待ってみてあげると、こういう感じで、いっぱいね、釣れてくれたりするんで、ただあんまり待ちすぎると、この、絡まっちゃったりするんで、で、こんぐらい釣れてるときはディーパーどんな感じで映るのかなってね、携帯魚群探知機入れておりますが、もう、すごいですね。上から下になんかね、昼間全然映んなかったのに、夕間詰めも手伝ってかね、本当魚が接岸して、魚群ですよね、本当。ね、魚群っていう感じで映り出しました。まあ、ここら辺は集中し時だなということで、引き続きね、仕掛けを投入していきますが、まあね、こう入れてね、あーもう食ってますね、これね。で、ちょっとワンテンポ置いて何匹かかからないかな、でも絡まないぐらいのところでこう上げてくると、ババ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 ってね、全部サバ、5匹ついてますね。晩飯のおかずはこれもうかなりね、確保できてるんじゃないかな。ね。今回はね、南蛮漬けにして、南蛮漬けにしちゃえばね、1週間ぐらいはね、冷蔵庫の中でね、持つようになりますんで、まあそれでしばらく分の、こう、お酒のおつまみ、ね、ご飯のおかずにっていう感じでね。いやー、結構ね、小さいながらね、こう、なんだろう、肉厚なね、身がプリンとした感じのね、小サバが、西公園、釣れております。でね、周りを見てるとですね、みんなタコがブームなのか、タコ狙ってる人が多かったですね。本当はいろんな釣り方でいろんな魚種が釣れるポイントっていうことで、遠投してアジを狙ってる人もいれば、手前でね、こう、サバを釣ったりとかね、いろいろやってますけど、これで大体終わりですかね。最後こういう感じで水撒いてね、コマセ残ってると、夏場とか特にね、すごい異臭を放ったりするんで、またね、次の釣り人の人がね、気持ちよくできるように、ちょっとね、釣り場を清掃して、もう暗くなる前にね、必要十分な量は釣れたので、帰ろうということでね、お片付けをしております。先端付近ということでしたが、まあ、真ん中あたりもね、サバは釣れたんですけども、まあ、持ち運べるね、魚群探知機を使って、それで、ちょっとここはどういう釣り方かなって、そういう、まあちょっとね、反応も見たくて、うろうろしてみたんですけども、先端付近はね、もう、サバが4匹とかね、5匹とかね、連なって釣れる瞬間が数多くあって、で、そんな時はね、魚群探知機、わちゃ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 って映ってましたんで、楽しむことができました。まあね、自分の身の回り方して帰ろうというところでございます。はい。そんな感じでね、ちょっと風が強かったんでね、アフレコみたいな感じでやってみておりますが、この後はですね、引き続いて、お料理ですね、お料理編になりますので、お時間あればぜひね、ご覧くださいませ。釣り子 TV でした。よいしょー。
量大量。
はい、できました。これで粗熱を取って冷蔵庫に入れて寝かして完成です。よし。